今回はね、あまりにもサイコパスすぎる男の子の脱出ゲーム、サイコボーイの2をやっていこうと思います。いやー、2が来ましたね。1年くらい前かな、1をやったんだけど、この男の子超やべえやつなので、なんかまた多分学校に転校してくるんだけど、そんなサイコくんを手伝ってあげるゲームだね。まあ僕もね、何を隠そうサイコパス、いや言われてるだけで実は全然そんなことないんですけど、まあ一応言われてはいるんで、サイコパスってなんで気持ちわかります。はい怖すぎるでしょ、初見の人マジで怖いでしょ。全然違いますからね、サイコパスじゃないですからね。早速やってきます、スタート。お、これはまた別の学校なのかな、ワンとは。あ、通知はね許可しない、通知一回も取ったことない。さあ来た。あら、先生一緒じゃない、この先生いつもいるよな。朝の出席確認。おー、いるね、ピンクの少年で緑の少年と、でサイコボーイくん、あれいない待って待って待って、まず人影見えるけど、あ、でも手前になんか紫色の服着てるやついんな、一旦押してみるか。おい、怖すぎるって、サイコパスとか関係ないホラー演出やめて。窓の外か、やっぱり。サイコくん何やってんの、砂場で遊びたいな。このサイコボーイのさ、 P がさ、ポッキーの P に見えんだよね、これサイコパスの P なんだけどさ。スコップはどこだろう、あるよ目の前に、スコップゲットで、これを持っていくと。うん、砂場遊び怖いな、作るものが足で描くな、器用すぎるって。おー、始まった、いいね、飛ばしてんね序盤から。こんな BGM だったっけ。さあやってきます。やべえやつまた来たやべえやつって言い方いいな。電話めんどくさい、やってこう。電話めんどくさい、おう、あー、なんか家で電話してたら鳴ったね。いや、取らないと、ワンコール以内に取らないと。もううるせえから切ってやるかサイコパスだな、留守番電話にすればいいのに、マジでサイコパスだな。一回出てみるか、普通に出ることはできんだ。あ、なんかあれかな、うん、あの郵便物アマゾンで買ったんかな、なんか。何やってんの、どういうこと、何を言ったん、一体呪ってやるとか言った、もしかして。右のやつなんだこれ、お買い物行ってきますママより、これ切れない、これハサミで切れない、さすがに最後すぎるか。コンセント抜くとかはできないの、できないんだ。スイッチ持ってるけど、なんか開けれたりするのか。はいはいはい、没収、これ開けてみるか何、お母さんに今まで没収されたもの、スマホ没収されてたんで、スマホを使って、あ、ママに、あ、もしかしてこのスマホをママサイコすぎるって、やっぱ一番サイコな答えをやるべきなのか、このゲームは。なんだそれ、スマホ2台持ってきてみたいな、なんかあるよね、斉藤さんとかでさ、スマホ2台持ってきてさ、知らない2人を喋らせるみたいな。さあ次はステージ3、手を洗ったら、うん、洗ってますね。はいはいはい、今のところ別に、なんか洗面台がやたら高いね、手前のタイルがやたらね、幅があることくらいしか変な場所ないんだけど。おい拭くな、それ怒るわ。いや、おい、すごいどん引かれてんじゃん、サイコ。待って、雑巾、うわでも汚そうこの雑巾。待てよ待てよ待てよ、いつだいつだいつ渡せばいいんだ、おーくっせなんでそこかけてあんだよ、サイコだね、これはサイコだね。でももっとサイコな答えをすればいいんでしょう。ハンカチ貸してくれたりするのかな、お、水出すことできる、ハンカチ貸してくれない、窓も開けれる、あ、ハンカチあったじゃん、これじゃない、はい置いたよ。あ、自分のハンカチかな、紫だし、こっちは開かないのか、水出したまま水出したままだったけどね、それはいいんだ。はい、CM でーす。出た、これサイコ CM でしょ、サイコパスボーイ特有のサイコ CM。 ほら見て、
子供に短パン履かしてるよ、こんな寒そうな雪降ってんのに。すっごいサイコパスじゃない？すっごいサイコパス。ほら、自分でバイトとか仕事すればいいのに、もう天からの恵みずっと待ってるこいつ。すっごいサイコパス。すげえサイコパスだよこいつ、ほんと半端ねえ。さあ次行くか。トイレ変わってよ。 OK？ トイレ変わりますよ。絶対簡単には変わってくれないんだろうな。右は故障中。2回ノック。こんにちは、ちょっと漏れそうなんです。なんでおっさんいいんだよ。待って、これ学校のトイレじゃない。なにこれ、誰、教頭、教頭先生か。2回ノック。トイレのマナーつけてみる。故障中、故障中入った。どんな故障だよそれ。ウォシュレットがすごいじゃない。水圧上がってるって。逆になんでこれ取れんだろう。なんか貼るとか、どっかに渡す。あ、2回ノック。寝てる。あ、起きた。あー、ありがとう。寝てたのね。トイレで寝るってどういう状況一体。なんかトイレでさ、トイレとか、トイレじゃ、トイレ当たり前だ。トイレでご飯とかはあるけど、寝てるって何。さあ次ステージ5。まあ疲れてんだね。明らか犯人。いやもう助かんないって。やってることやばすぎるって。何やってんだよ、誰こいつ。やばい、先生やばい、見られた。いやもう窓からだったら見えるだろ先生も。逆マジックミラーみたいな感じになってんのかあれ、窓。これ何。まさか。おい、オーバーキルすんな。いやもう遅い遅い遅い、しおりにすんな。ラミレーターとか使ってね。やばいってこいつ。右側いけんのよな。あー、これさっきの水出せる。なんだ、おい、もういいのよこれは。なんで水出せんだろう。上路だ、わかった。水汲んでこれでかけてあげる。いやもう無理だと思うけどね。え、いける。あ、これを、あ、取れない、スコップ、スコップ取り上げることできない。ん、ここに水かけるとか、逆に別のスコップをあげる。あ、なんだ、おーい、ジョーロだよ。あ、もらえんのか、なるほどね。取ってから、はいはいはい、ここを鳴らして、で花を植えて水をかけんだ。いや、それが一番サイコパスだよ。一回抜いてからもう一回植え直すの。え、なんだこいつら。え、あ、この男たちがやったってこと。なるほどね。じゃあなんでドロドロなんサイコくん、紛らわしい。そういうことか、自分でやったわけじゃないんだ、ごめん。そうだ、サイコくんは心優しい男だったわ、忘れてた。さあ来た。ほら、サンタクロースがなんか労働させてる。おい、サイコパス広告来たわ。見て、サンタクロースが金運んで労働させてるよ。すげえサイコパス広告来た。さあ5個目までクリアした。次行こう、6行きます。楽しいなやっぱこのゲーム。タクシー待てない。タクシー乗るん。まだ中学生とかだよね。セミがいる。セミゲット、当たり前のようにセミゲットした。もう、 うわ、乗ってた。相乗り？ちゃんとシートベルトするのは偉い。あ、これね、時間制限ある感じか。このおっさん誰なんだろう。さっきからめっちゃ出てくるけど。え？熱いおしるこ。すごい。あ、まさか。で、うわ、セミで追い打ち。いや、ダメなんかい。ただ最高なだけだ。待てよ。あ、でも、あ、待って、そうだ、コーンも熱いんだ。やべえ、コーンも熱いや。一緒。同じ色の違い。ただ待って、これ左側も行けんだよな。セミ持って左側行ってみようかな一回。セミ持って左側。あ、何やってんだ。おい、セミ、セミつけた。お、起きた。ほう、お、入れ替えてくれた。なるほど。あ、それで、あ、メロンサイダーいいじゃん、飲んで、そしたら待てるってことか。タクシー乗っていった。はい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 、来
た。いや待って、なんでタクシー乗るん。ねえ、自転車でいいでしょ、このくらいの年は。もうお、来た、めっちゃサイコパスだ。何のためにサメ出てきたん今。銃撃ってる、すごいサイコパス。うわ、人を倒したサイコパスだよこれ。さあ次、7個目、キャップなくした。あ、切符だった。すげえ電車乗るんだ。切符なくしたのへこむよな。俺一回新幹線でやったことあってマジでへこんだんだよな。おい、それはダメ、逮捕。でもなんかあの男の子たち頭抱えるだけでいいね。普通ドン引きだけどな。右側あるぞ、おっさん持ってんのかもしかして。一緒に、おーい、それもダメ、普通に犯罪するやんこいつ。もう何、犯罪とかを普通にするようになったん、サイコボーイくんは。サイコというか非常識なんかあんのかな。車掌さん、電車もう一回乗る。次の駅行きます。あ、なんか探してない、奥でも。今奥でもなんか探してたぞ。いや、ずっと待ってくれるの優しいな。夕方まで待ってくれた友達が。待って、窓口はこれ開けれる。ほん、右で吹くのか。ピッピピッピ鳴らす。怒ってる、ダメだよね。うん、もう頭おかしくなっちゃってんじゃん。なんだろうなこれ。でもなんか奥のさホームでなんかおっさんがまた探してたんだよな。窓口、これなんか使いそうではあるよね。あ、はいはいはい、電車を行かせて奥で。あ、あった。このおっさん、このおっさんかわいそうじゃない、ちょっと。あ、え、返すのか。あ、渡してあげんのか。まさかこれで1枚やったぜ。普通普通切符渡そうってなんないけどな。やったー、持つべきものはおっさんだな、やっぱおっさんと友達、あとちょっと最高な気持ち。きた、うわ、もう白熊なんてサイコパスだよね、典型的な。もうこんな寒いとこで泳ごうっていう発想がサイコパスだもんこいつ。さあ次、キリンから降りて。もうどういう状況、そんな状況ないのよ普通に。キリンから降りて、なんでだよ。なんでだよこれ、うわキリンってそんな強いんだ。そりゃそうか、キリンの首の力ってやばいって言うもんね。喧嘩とかもなんか首でやるらしいもんね。キリンが一番最高じゃない。なんか通った、あれ、いない、お、あ、降りてきた、壊れた、これ返してやれ、返して、サイコくんを。この友達優しいな。でもなんか動物とかで寄ってくるってことか。だからこれ待って、別の、あ、あ、なんだ、あ、ハサミ。ハサミ、あ、切んのかこれ、切る、あー、なるほど、でこうやんじゃない、そしたらキリンが降りてくると。おー、よかった、降りる、降りる、降ります、降りる、よし。なんで普通に降り入れんだここは。いや、キリンが一番サイコパスだなやっぱり。うん、サイコくんも超えれてないわキリンを。最近のアプリは広告ばっかりだったり、課金しないと楽しめないゲームばっかりって言ってる、これが広告だからね。これもとんでもないサイコパス広告です。広告が広告ばっかりって言ってる、とんでもないサイコパス。さあ次、9番、荷物見ててね。うん、荷物、あー、動物園でね、ゴリラ怪しいな、完全にゴリラいるもんね。おい、なんかスリーいる。待って、見とけちゃんと、なんか開けることできる。なんだ、バナナだ。あ、やばい、買いに行ってる時間やばいよ。トイレ、おい、トイレなんか行くな、おーい。うわ、バナナ絶対使うな。てかサイコくんもいねえってなるでしょこれ。いや、もう圧倒的なんかスタッフみたいなのに化けてるスリがいたぞ。これ使うよね。おい、ゴリラ飛べさせた。お、どっか行った。はいはいはい、置くのか、おー、来た、あー、誰だよ。
誰だよ今の。初めてのキャラすぎるって。なんなん今のやつ、帽子置いてった。おー、よかったんだこれで。今の誰なん本当に。うわ、サイコパス、見た目がサイコパスだ。何言ってんだよこいつは。もう広告もサイコパスすぎる。さあ次10番、サイコスライダー。何それ、サイコスライダー。うわ、ウォータースライダー乗りてー。一回滑ってみるか。絶対そうじゃないのよ乗り方。浮き輪ちっちゃ。なんか今のさ、下にいたプールの少年何持ってた、手に。見てみよう、これ何持ってる。おー、そいや手に何持ってるこれ。これあれ、あのもしかしてあのプールの授業とかでさ使った宝石探しのやつ、あのゴムでできた懐かしいあれかな、もしかして。いや何やってんだ。あ、でもまさか成功。違うよね、死亡事故だってこれ。普通にゴーグルとのなんか関係ありそうだけどね。でも根本的な解決にはなっていないが、ゴーグルつけれない、つけんのか。潜る。お、あ、やっぱそうだ、やっぱそうじゃない、ほらやっぱそうじゃんこれ。え、懐かしい。これをどう使うんだ、あげんのか。違うな、あげるわけではない。ん、あ、なんかある。あ、ここに、これを強にする。お、いったえ、あで一人で行けってこと、どういうこと。おい、結果的にダメじゃね。いや大丈夫なのか、どうなんだこれは。ダメなん、こんなギミックあって。あー、分かった、弱にすればいいのか。強でいったで弱に切り替えて俺も行くってことか。あ、そういうことね。うわー、あぶねー、青春感ある。なんかみんなでプール、かき氷持ってくんな、プールの中に。あいつ一番サイコパスだぞ。何プールの中持ってきてんだ本当に。ちょ、 CM の多さもサイコパスなんだが。さあ次11、無人島サイコ。何無人島サイコって、もう何でもサイコつければいいと思ってる、もしかして。なんかある、メッセージボトル届いてる。なんでなんでボロボロな、これ蚊に刺されまくってんの体。メッセージボードが届いた。もっと心配しろこいつも。無人島にいます、まるまる海のあたりだと思います。楽しいです。おい、最高だな、デカめに楽しいです。どこでも楽しめるのいいね。これは、あ、 SOS ね。いや、こんな効果ないから、見えないから、飛行機の上から SOS 見えないよ。いやー、まあ一応 SOS の跡形はあるな。跡形も残ってないかと思ったけど、助かないとまずいか。でもなんか煙出てるよね奥で。あれ、現代的だな、なんかこいつらスマホ触ってんな。なんだ、役でやってんのか原住民を。魚を釣ろう、もういいなみたいな。いや、アマゾンで頼め、奪いつしろこいつら。お、見つかったぞ。いやー、現代ってやっぱ最高だわ。スマホだね、無人島に持っていくべきものって。どうした、あ、もうあの原住民になったってことね、怖。うわ、王様がなんか巨大プールの中に閉じ込められてる。最高だな、ずっと最高よ広告が。さあ次ステージ12、最初の3匹。御三家だね、ポケモンだね、大木戸博士いるね。君の冒険のパートナーを選ぶのじゃ。いや、もうダメだろこれ。俺やっぱね、水なのよ、水タイプ。BGM もアウトだろこれ。食っちゃってるってか、一瞬気づくの遅れた、ねえ、ここは食っちゃってる、びっくりした。じゃあ真ん中ヘビ、ヘビは草タイプなのか、草タイプか一応。さあヘビと冒険、でかっ、あ、食われてる。いいんかそれで、おもろこれ、これおもろいわ。これがやりたかった説あんな、サイコボーイ2で。じゃあ火は、こいつなんだ、鶏。頑張れ頑張れ、火を吹け。
なあ、なんで頑張ろうとしてんだ。博士連れてきたい。君の冒険のパートナー選ぶのじゃ博士がいい。無理か。あ、パソコン。なんだ、フォルダに何かある。解説資料。ほう、見てみよう。解説解説解説。お、博士解説できる。わしじゃ、世界を飛び回る冒険者じゃったんだぞ。な、なんじゃと。わしと冒険に行きたいじゃと。はい、一緒に行きましょう博士。これが一番いいわ。あいつら地味に御三家連れとる。でもわしが一番サトシじゃ。博士連れていくのが一番ついからな結局。さあ次、何か VS 最高。かと戦うな。来た。うわ、もう、あ、もうどこ行く。やばい、血吸ってるぞ。気づけ。どうしてんだ。パチン。怖いよな。日頃の行いのせいだよ。でもまあパチンっていきなり殴んのもひどいけど、でも日頃の行いが8割くらいあるだろう。これ蚊取り線香火つけんじゃない。でもないな、蚊取り線香が。もう一個スイカ食べて。ん、あー痒くなっちゃってる。おー、サイコも刺されてんな。左のあいつだけなんで刺されてないの。やっぱあいつやべえんじゃね。緑のこいつが一番サイコパスの可能性ある、マジで。あ、吠えたとき。でも吠えたとき叩いても一緒だよね。風鈴？お、おばあちゃん。まさか目にくっつけとった。なんでだよ。これどうだ。うわ、夏だな、いいな。落ちた。カトレ線香ってそんな効果あんだっけ。有毒ガスとか出てない。大丈夫そう。よっしゃ、クリアー。さあ次、お、CM。なんかアプリどれも同じだね。さあ次14。当てられたくない。学校の授業中か。もうサイコ君当てられた、あれ当てられたそうなのにね。当てられたわ。5番なんだ。先生の手でか。何やってんだよ。サイコなんかこれは。可愛いけどな。なんか前はみかんが2個あります。4人で分けるのはどうしますか。むずー。何これ。正解は割るとかってこと。どういうこと。答えむずいな。友達も触れない。なんだ今日は5日。あー5日だからってことか。サイコ悟る。15に変えたらいいんだ。そしたら別のやつになるから。あ、隣のあいつか。あいつを売るか。変えるな。勇気あるな。当てられるよりもやばいだろそれ。で結果的にも当てられてるみたいなもんだろそれほぼ。いや5番当てられちゃうな。今日は5日。あ、チョークあんじゃん普通に。これ1にすればいいんじゃない。来た。いやでも先生日付2つのみかんを4人で分けるので2割4 0.5。 あーシンプルにそういうこと。シンプルにそういうことか。何これ。なんか俺もちょっと恥ずかしいし。シンプルにそういうことだよね。深く考えすぎてた今俺。あ、出たキノコ伝説。さあ次サイコメイク。サイコメイク。誰、マツコさん。これはで誰をイメージしてんのこれ。ほう黒でメイクだ。細く見えるって。おい、よくないぞ。それが別に正しいとも限らないだろう。細いのがなあ。じゃあいろんな色で。水色どうよ。使えないよ水色もはや。あー使えない。他の色は。てかまずどこなんここねえ。なんでここに侵入できてる。よくわかんないんだけど。右は。クマいるね。何仮想大賞かなんかこれ。今日仮想大賞の楽屋なんだこの綺麗な人。あ、使えそう。どうぞこの人にさ黒のやつをあげる可能性あんなこれ。どうぞ。お、
白熊に。だから何？あ、わかった。パンダに住んだ。おー、よかったな。パンダに憧れてたんだ。あ、メイク落とし。どうぞ。まさか。おー、おっさん。あなたのおっさんじゃねえか。これをもらえた。あ、他には？ん、ちょ、どうしてんだこれ。これあげんのか。あ、すごい。メイクの力ってすごい。よくないよ。あんまよくないよ。別にね、綺麗に見せたいじゃない、誰でもね。さあ次、16。傘が欲しいな。お地蔵さんに、お地蔵さんに対して、なんだっけこれ、なんかこれ童話かなんかであったよな。スコップないね、絶対その世界にね。お団子と食べちゃう？バチ当たり。そんな物理的にお地蔵さんって攻撃してくんだ、バチとかって。バチ過去物理なのやめてくんない？これ絶対スコップなんか使うよね。お嬢さん一人いないんだよな。埋まってんじゃない、もしかして。あ、自分がってこと？ちょっと座ってみる。あ、やった、傘くれた。ピースじゃないわ。いや、元いたお地蔵さんどこ行ったん？ねえ、怖いわ、発想が怖いわ。画面をドラクシー動かす。来た、なんか、キツネが銃持ったぞ。わあ、サイコパスすぎる。なんだなんだこの広告。おい、サイコパスの塊みたいなゲーム来た。動物に銃持たせて乱射させんな。さあ次、トイレ変わってよ2。いいね、来たの、トイレ切ったの。おお、もうなんか怪奇現象起きてるぞ、鏡に今。一旦こっちガチャガチャやってみる。すまんおっさん、もう一生そこで暮らしてくれ。で、右側なんなのこれ。あー、やばいね。あー、やばいですねこれは。おいおい、引き抜くな、引き抜くな。おいおいおい、確かにどうやって入ってんだろうね。絶対入れないもんね、人間の体は。手がめっちゃ長いとこなのかな。右はね、これはしご、ほう、手袋、ハンカチ、いや雑巾か、服とか、ん、濡らすのか、水出して濡らそうか。あ、濡らせた。ほう、濡れ雑巾で、ん？なんか使うよな絶対。開けて掃除すんのかな。やべえ、綺麗にすんのかな。なんなのこのトイレ。まず当たり前のように俺はさ、このトイレのこと受け入れててごめんみんな。俺なんかよくわかんないよこのトイレ意味が。待てよ、でも水で濡らすのは合ってる。てかなんかギミックがすごいね今回。服とか綺麗に、え、違う、手袋、あ、で自分で綺麗に、そういうことか、汚いの嫌だったんだって言って。さすがに CM です。あ、もうこれ見た。さあ次、最高バレエ団。何それ、バレエ団。おろ、ん、一旦スタートしてみるか。なんで？おお、やばいな。これサイコパスなのか。なんか違うくない？サイコパスの方向が。ちょっと右は？ん？押すな。じゃあ押してみるか。なんだ？なんだ？ミラーボール出てきたね。うわ、サイコパスだ。確実にバレーではない何か。お、危な。乗るな。もう働いてんだ。なんだこの曲。待てよこれ、うん、押すなか、押すな。こうやってなんか、あ、なに、うわ、かっけえ、こいつかっけえな。クラシック音楽、ヒリカ、ひょっとコードリ、なんでひょっとコードリ入れてんだ。ここにあったのね。あ、クラシック音楽あった、なるほど。これを、きた、切り替え、白鳥の湖、きた。
これスタート。いけ。音楽に合わせてやるんだね。音楽が変わったらあれなんだ。おい、ミニゲーム来た。サイコくんの動きに合わせてタップし続けてスポットライトを当て続けよう。すげえ楽しい。あ、スポットライト動かす側なんだ俺が。あ、すごいすごいすごい。白鳥の湖って確か著作権的に使っていいんだよね。フリーだからクラシックっていいね。来た。よし、楽しい。この要素なんか前もあったよね確か。こういう要素なんかあったよね。このままこのままこの調子この調子。いいよ、こっち。いいよ、こっち、こっち。きた。よし、完璧じゃない。できんのも最高だけどな。なんかさっきひょっとこ踊りやってたやつが急にやれるんよ。最近のアプリは広告ばっかりだったり、課金しないと楽しめないゲームばっかりでつまんない、と思っているそんなあなたに、そう思ってた。無料なのに広告がない、さあ次、サイコ食べ放題。どういうこと？サイコを食べんのか？サイゼ食べ放題みたいな感じで言わないで。あ、すごい豪華だ。なんだ？ピザか？ピザ。あ、そっちね。やると思ったわ、俺今。普通に怒られた。最高だね。これ寿司も同じことやりそうだな。なんか寿司も同じことやりそうじゃないこれ。あー、乗せるタイプの最高だ。シャリだけ置いてくな。シャリがうまいのに。あとバラン、シャリとバランを食べに行ってんだから寿司なんてね。なんか今の運ばれてたやつ怪しいな。肉はお願いします。あ、結構デカめに切ってくれたな。うまそう。ちまちまちまって言うな。おーい、ちまって。まあわかるよ、こういう高級なとこほどちまだもんな。待って、なんかさ、この後ろ運ばれてるのめっちゃ気になるんだけど。関係ないのか、押せないな。でもあれ見てたら、アイテムゲット。お盆、はあ、お盆に変えるとか。おー、でかくなったね。でもよ、え、でピザか。あー、まあバレないの。いや、バレるよね。そうだよね、まあ、お盆に変えたからなんかお盆は持ってってる感ないけど違うよね。でもお盆取れんのなんかありそうだよねこれ。寿司か。いや、寿司でもなさそうだよ。お盆なんか誰かが渡すか。ん？お盆に変えた。お盆にください。いいの？まさか。いいんだそれはいいんだ。いや、なんで、あのシェフが最高でしょこれ。うわ、危な。なんだこれ、ちょっと面白そうなんだけど。この木最高だな。最高最高。おい、家ぶっ壊れたぞ。お、転がりすぎ転がりすぎ。最高なゲーム、最高なゲームばっかり。さあ次、終業式の荷物。はいはいはい。あ、リコーダーとか懐かしいな。多いな、多いね。宅配便があるんじゃん、ちょうど。ん、自分ごと入ってね、行ってきます。翌日もう良かったな。でも友達の家に届いて、知らないとこへ届いたらどうしてたん。海外とかの可能性もあったぞ、ワンちゃん。ダメと、アイテムゲット。俺は何なの、ね、え、最高なんかい。それなんかできんのかなと思った。こっから開けて、おおおおお先生、おおお、あ、違う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 、何やってん。え、なんで、どういうこと今の、今のどういうこと。なんで左入れたのに。ちょっと待てよ、開けたら、あ、ちょっと開けたらダメなんだもう。これどういうことでもこれ先生が先回りしてるってこと、瞬間移動。あの、なんか先生と話した宅配の人は怪しいよね、この人。あ、切れちゃったってこと、伝票が。困ってんな、手伝ってあげんのか、それを。なんかこれさ、メニューのとこにあるとかじゃないの。
なんかそういうパターンあったよね一回。違うか、写真撮ったらとか。違うか、そういうパターンあんのよたまにこのゲーム。ん？ないな。え、なんでこれすぐに画面移動できないもんな。あ、待って、ここにある、これだ。伝票で渡すと、きた。これで手伝ったから、え、行っちゃった。お、え、あ、手伝ってくれるのか。なにこの子、この子金持ちの子なの。車で送り迎えってこと。すごいじゃない。なるほどね、伝票があって行ったから車が来れたと。さあ次21。今初めて広告なかったな、ステージ移動に。うわ、なんか右下絶対に押すな、めっちゃ気になる。サイコスイッチ、名前も気になるわ。手を洗ったら2来た。うわー、手を拭こう。右、あー、貯めることできる。あ、あ、アヒル、アヒルいるよ。なんだこれ、でもいっぱいになっちゃうよね。対策してきた。待って、これでもいっぱいになっちゃったら多分違うよな、溢れたら違うから絶対。お、メガネ割れちゃった。ほう、これでも水貯めんのあってそうだよな。メガネ貯めちゃ、貯めあれだって。あ、ぐちゃぐちゃになってる。はいや、連れてくの。メガネ割れちゃった、なんなんだろう。なんかありそうだよね。これ多分止めんのは正解だな。もっと溢れさせんのか。あ、違う、だもっと溢れさせてアヒル飛んじゃない、これ。もしかしてそのパターンだな、これ。締め、水出しの、出しの、締めの、あ、メガネだ。おい、これだぞ、治ったか。よし、で、お、来た。おお、イケメン。なんで突然。うわ、あのアヒルミスリードか、マジで。 CM です。申し訳ございません。わあ、キノコがね。さあ次、カニの郵便屋さん。ほう、いや、わからん、世界観がわかりません、すいません。うん、切っちゃった。海の中で泣くな、しょっぱさがわかんないだろ、涙の。これ何、あ、入れてくれた、ありがとう。進む、手を使わないようにってことか。何これ、どういうこと。貯金、え、おい、行っちゃった、行っちゃったあ、ロングボーイだ、ロングボーイ。これ別のアプリの、俺もやったよこれ、ロングボーイ。食うな、ロングボーイ。待てよ、これだから、これ切って進む、そしたら多分落ちないとか。はい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 、これ海の中なんだよね、落ちるとかあんの。タコ握手したら食うな。え、何なのこれマジで。右にどんどん行けばいいのか、正解は。なんかいまいち分かってないんだけどさ、このシステムが。右に進む、あ、え、進む押したらこう食っちゃうんだ。え、どうしたらいいんだ。目をえぐるとかか、これもしかして。そんな最高じゃないか、さすがに。なんだこれ、ん、え、ダメだ、もうこれタコタップしてつってんでダメだ。なんか戻んのかこれ。うわ、そういうこと、まさか。どうぞ、ツボです。入ったなるほどね、やべえやつじゃない。お、クラッシュ、クラッシュだ。どうぞ、手紙です。あ、夢なのね、えぐい夢見てるわ。よし、いや、こういうシステムもあんのね、横スクロールゲームみたいな。きた、ジャックポットワールド、きた。さあ次、元気になってよ、元気になってよ。
風邪ひいちゃった。うわ部屋すごいな。ケンタッキー持ってきたの。風邪ひきにケンタッキー違うだろ。匂いで吐くって。なんでケンタッキー持ってきた。最高だなこの選択肢。おかゆでいいよ。おかゆで。スマホ一面。うわいいな。グループ名何号室だっけ。これ何号室なの。え数字は17時30分と2024しかない。あーなんか見に行くのか。あ手紙にあんじゃない。2105だ。2105。あキッチンも行けんの。え待ってお粥作れる。でも多分材料ないんじゃないこれ今。だって21。え待って何だっけ。2102だっけ。あれえあーごめんちょっと待ってちょっと待ってね。玄関行って何だっけ。2105だやべ2105ね。2105はい。どうよ。サンキュー。適当なとこインターホン押したってことだもんな今。飽きてきた。開ける。ほい。うわすげえな。てかめっちゃ進化してんね。おかゆの材料買ってきてくれた。もしかしてきた。おかゆ違う。オッケーオッケーオッケー。あぶねえびっくりした。うまそう。なんか卵めっちゃ入ってるおかゆか。うまそう。よくなってくれ。いやそんながっつかないでもいいって。太鼓パスだな。鍋ごとおかゆ。さあ次お化けがパニック。なんかお化け要素多いよねこのゲーム。前もなんかあったよな。肝試しとか。なんだなんだ。なんかあるぞ。筆と何これ。家なんだ。なんか使うのか。習字。何顔を描く。あ昔を思い出した。なんだそれは。進む。来た。対策してくるか。どんどん取れた。なんか色違ったね今この炎だけ。燃やすとか目を。あ分かった。ろうそくつけんだ。来た。でほっ。うわなにこれ。ピンセット痛っ。それは痛いぞ。おおすげえ。あぶねえ。やってることガチ最高。あダメなんだ。さすがにダメよな。さすがに。でも火つけんのあってそう。何使うんだろうこれ。針。手が出てくるのもやべえけどな。こいつに渡す。え違うダメだ。戻んのかなこれ。もしかして戻る。できた。なんか戻る可能性ありそうだよね。あ戻るあるわ。だから持った状態で戻んのか。火つけて針もらって戻る。これ使えます。使えますすいません。使えない。え目薬。うわそうだよね。ドライアイだったんだな。出た。まさか。蜘蛛の巣取れた。あはいはい。塗ってあげんのか。その針なのね。一旦もんめ。よーし。きた。いや嬉しい。なんか今の協力感あって。またこれ。言ってもこのキノコ部長。さあ来たぞついに。サイコスイッチ絶対に押すな。これ超ワクワクするんだけど。うーわ押せ。絶対に押すな。最初に押すな。絶対に押すな。ポチどこに当たったんこいつは。ガラスがあるん宇宙に。これ今右も左もいけんのか。左は最初に押せ。青より先に押すな。あそういうパターン。3番目に押せ。紫の次に押せ。なんかそういうパターン。でも最初に。で青より先に押すな。絶対に押すな。紫の次に押せ。3番目。緑。青より先に押すな。だから青じゃない。いやもう押せが。もうゲッシュタルト崩壊してきてる。青なんじゃない。よし、で、こうだ。で、こうだ。来た！発射？いいんこれ。
レース、そっち、アイアンマン、アイアンマンってこと、鉄アトム、うわー何これ、急に急に何、この CM 多いなー、これ毎回事故見るんだけど俺。さあ次26、ミルクくださいな、なんだ、ああ牧場物語って始まったな急に、なんだ、え、取る、ミルクちょうだいって言ってるやつの態度じゃないんだよな。ミルクはもらってないからね、これ最後だよね、よかった、びっくりした、なんかもうもう平然と最後じゃない感じ出してたからびっくりした、ミルクもらわないとな、お、そのにかけた、うわー、ミルクください、ミルクもらうにはどうしたらいいんだ、牛の機嫌をなんか良くするとか、ミキもあんな、てか何これ、何これもじゃもじゃ、鳴らせた、おーすげー。出ていっちゃったのか、なんかちょっと待って、黒板になんかサイコって書いてなかった、今書いてない、なんかサイコ、サイコ牧場の動物、とんでもない牧場だった、待って、これこれ使って、こっちだな、なんなのこれ、犬、羊、ん、あーはいはいはい、ロディオするってこと、ロディオ来た、いいよ、あ、あ、もらえそうじゃね、来た、そういうことか、あいつはオスだったんだね、やったぜ、おもれ今の、さあ次 CM です、無料で広告なしのすごいゲーム見つけました、え、おっしゃやるぞ、本当に、絶対嘘だよ、ね、話す、あ、やりすぎた、絶対広告あるよねこれ、さあ次27、サイコ事件簿、何サイコ事件簿って、うわー殺した、ついに ついにその手で殺した、ダイイングメッセージ書いとるやん、見れないな、死んでるマジで死んでるやん、なんかここにハンカチある、取れないな、うーんマジで死んでるけど大丈夫、なんだなんだ、オムライス、何これ、取れるもん一旦取るか、卵がない、顕微鏡、顕微鏡じゃないわこれ、火で太陽の力でとかってこと、このやつらを焼くとか、あーなんか超まずいオムライスを食べて死んだ的な話、死んだー、あの女の子が料理が下手くそみたいな話かこれ、もしかして、あれケチャップか体についてんの、よかった、いやよくないんだけどね、死んでるから服とかマジで痛いみたいになってるって、おーい普通に逮捕された、なるほどね、これちょっとなんか頭使いそうな感じする、このオムライス関係なさそうだよな、卵が足りない、うん。これ虫眼鏡だよね、虫眼鏡、あっかぶせられた、お来た、あ、え、これかけて、あ、鶏いんじゃんってか、よく見たら、待てよ、かけて、鶏、うん、鶏なんもできないな、ん、何すんだこれ、かけることはできるから、なんだ、何かが足りないんだ、いや俺じゃない、俺じゃないのよ、え、やばい勘違いされまくってる、なんでこうなんだよ毎回、あーこれだ、うわ何これ、重し、重りみたいな、岩、岩というか石、あ来た来た来た、これだ、でこれにかぶせる、来た、鶏だけ、え来た卵なるほどね、でこれを入れ替える、渡す、あ渡した、んで、これオムライス一応回収しとこう、これ一応回収しとこう、オムライススタート、いける、ミスんなよ、よし成功、うまそう、
で、どうぞお食べください。自分で食べちゃった。え、これどうしたらいいんだ。自分で食べちゃダメなんだもんね、これ。食べさせんのか。いや、でも死んでるしな。お腹すいた。おい、そういうことか。どうぞ帰ってこい。そういうことかい。ダイイングメッセージがお腹すいたなんだね。よかった、生きてて。これ誰、いいって。これもなんか昔の子だっけ。いろんなシリーズ出てるからもう分かんない、誰かいいが。さあ次、テレビ出たいな。なんで急にインタビューのコーナー。わー、またおっさんがいる。今日は4月ですか。ええ、これから取引先に。出た映り込み系みたいな。おー、すごいな、上からは。放送事故なっちゃったって。上からはすごいって。うん、右か。あ、なんかハサミ持ってんじゃん。8個がハサミ加えてる。でもなんか取れない。肉だ。これと交換なんじゃない。右は大道芸やってんな。気になるけど、これ肉と入れ替えとかできる。肉どうぞ。ダメそうだな。大道芸気になんね。これ食べます。5円やばいやばい。これはサイコか。だよね、さすがにサイコだよな。一番サイコパスな行動かも、今までで。はいはいはい。肉切り刻むとか違う。食べちゃった普通に。ああー、そういうことか。どうぞ、ここに置くんだ。来た、ハサミ。ほう、大道芸なんだ。あ、紫のハサミもある。いっぱいハサミを集めんのか。どうぞ使います。なんで？すぐ対応。ま、出れた。ある意味出れた。銃刀法違反なんだ。モザイクやめて。目にモザイクやめて。ちょっと待てよ。ハサミ集める系なのか。あと1個のハサミがどっかにあるってこと。あ！ハサミ持ってんじゃん。え？ 3 つのハサミ。何これ、何したらいいのこれで。え、もう俺怖いことしか思いつかないんですけど。主人公に渡せばいいのか。あー、すごい、大道芸よりもすごいみたいな。コンビ。なんでそこで、なんで足の上で。それ何がいいんですか。いや、おもろいな。一瞬マジでやべえことしか思いつかなかった。さあ次、迷子とサイコ。いや、一緒にしちゃいけないよ絶対。もう泣いてるよ子供が。あ、スーパーでね。迷子とサイコ、どうしたんだい。し一番サイコパスだよそれ。うるせえよってこと。怖、嫌なとこ見たな。サイコくんの探しています、猫。これ左に、まさかこの子の写真を撮って。お、何ここ。 DJ ブースだ。やっぱ気づいてくれない。わ、あ、この子じゃない今の子。半額シール。おい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 、犯罪者め、すぐ犯罪に手を染める。おー、買った。じゃあセーフだ。じゃあセーフなのよ。じゃなくて、待てよ、これ使うな絶対。で、ここに犯じゃないの。来た、ルナ、女の子、ヒョウ柄。これを持ってくんだ。おい、頼む。あ、お、言える自分で。全品半額。うわ、違う。どうしようかね。次、可能性としてあんのは、何これ。あ、爆音。あ、で、待てよ、もう一回やんのか。
これを渡すのかな。気づいてくれたってことか。うわ、いい人。あんな見た目だけどちゃんといい人じゃん。ルナさん来たー平和。いや、サイコボーイで唯一平和なシーンかもね、今までで。おもろい今の。イントデュース。え、モンハン、モンハンだよねこれ。イオレウスじゃん。モンスターハンターナー。え、なんで英語なん。さあ次、30、マヌカレ誕生日。マヌカレ、何マヌカレって。吹き消す。あ、もう絶対やばい、絶対やばい。もう一旦吹き消してみるか。そうだ、大変だ。俺真ん中に座ってるサイコボーイかと思った。それはサイコです。サイコというかもう人間的に終わってます。なんだろうこれ、風船壊させる。で、来たよ。え、おお、おお、ハニーバースデー、ケーキ切る。あ、絶対やばい。まだまだまだ、絶対切んな。まだだ。あ、ハッピーバースデー、よしよし、ワンワンワンゲット。なんでワン、ワンワンワンゲットしたぞ。どういうことだ。あ、ん、なんか動く風船が、けど何もでき、あ、ケーキ、じゃあケーキでプレゼント買える、プレゼントに買える。ハニー、あ、来て、ここだ。ハチミツね。オッケー、ハチミツゲットした。かけんのか、ハチミツ。まさか、え、なに、ハチミツ、どういうこと、ハチミツ。何もできない、別に。プレゼントに入れるってこと、違う。これ何、取れないんだけど、このなんか謎のなんていうの、あれを、ん、なんだこれ。切っていいのか、一回切ってみるか。いや、いつものくせ。え、これどうしたらいいんだ。いや、あのさ、あのバイキングではそれが許されたけど、ここでやっちゃうのやべえやつなんだよな、マジで。これなんだろうな。プレゼントで買える、やばいよな。なんかプレゼントを交換するみたいなパターンだと思うんだが、なんでハチミツなんだろう。あー、わかった。うわ、来た、ヘラクレスじゃん。まさかプレゼントに。プレゼントにヘラクレス。それはそれでどうなん。で、待ってよ、これもういいのか。あー、切っちゃった。これやばい。プレゼント渡せ、早く早く渡せ。ダメだ、まだなんかしなきゃいけないのか。お、おー、切ってくれた。おー、みんな食べた。プレゼントは、プレゼント来た。さっき捕まえました。いや、サイコくんはちょっと不思議そうな顔してる。なんでカエルじゃないんだよって。来た、完全クリア。これだいたい30だよね。お、エンディングだ。なんだ、さよならサイコ。え、急にお別れ、お別れ会。向こうでも元気でね。え、寂しいだろうし遊びに行ってやる、ありがとう遊んでくれて。え、急に、え、天候、また水ぼ西が出た。え、てかサイコくんはいないけど。え、カラーペンシル、色のないカラーペンシル渡そうとしてる。全員やっぱサイコだ。算数30点。なんだ、使える、なんか使えないよね。チョークん、塗ってくのか、色違う。なんか書くのか、違うな。なんだ、ん、あ、入れる。いや、何もできないな。BGM やめて、なんか泣けてくるから。ん、なんだこれ、カラーペンシル、また文字取る系、違うな。お別れ会、え、何すんだこれマジで。やれることがない、扉とかないもんね。あ、なるほどね、虹でね。おお、いいね、紫のカラーペンシル。でもサイコくん来てないよ。また虹を、え、どうしてんだ、どうして来るんだ。あ、
渡した丸めた隠した。え、何それ、何渡すのか、また遊んでね。あーなるほどね、来た。いいね、なんかありがとう最高。時は流れて3日後かい、それ4年くらい経った時なんよ大体。お、サイコくんの話してる。なんか来たな、あれ日焼けしてきたな。もしかしてただ海外旅行行っただけ、ハワイ行ってただけだった、なんじゃそりゃ。三拍プレイング、いや面白かった、素敵でした今回も、面白かった。いや2でもこんなおもろいってすごいな、やったぜ。なんかシークレット、シークレットステージやった、いけるらしい、シール100枚で。何シークレット、迷いの画廊、急に、なんだこのシークレットステージ、こういうの出てくんの、前まであった、絵がない、うわ、鬼、どういうこと、鬼がいたのは、どういうことこれ、わかんない、何今の鬼って、あ、ジョールゲット、相手持ってくんのがいっぱい、いろんなステージを行き来すんだ、面白っ。ジョール風鈴、声かけてもダメだ、誰も反応してくれない、ジョール使えない、何怖いね、ちょっとなんかちょっとホラー展開なんだけど、こっちは。なんかこれスポットライトの当たり具合でなんかアイテム拾いそう、あった、ほう、逃げた、水、ジョーロ水汲むのか、来た、なんかこれをかけんじゃない、ここにこのしおれてる花に、すごい面白い、何この要素、かけてみようか、あれよし、あっ顔が、どういうこと、やった、しおりゲット、しおりを渡すのかな、真ん中のあいつらに、これしおりです、違う、何、あ、わかった、風鈴につけんだでしょ、来た、で鳴ったぞ、お、自分がいる、ん、何、どういうこと、あ、帰ってこれたのか、帰ってこれたんじゃない、自分を戻したから。怖いって、おい、シークレットステージにとんでもないステージ持ってきてるじゃない、何それ、ハッピーエンドのまま終わらせてくれ、頼むから、シーンまた入んのかい。さあということでクリアしました、全部完全クリア、おもろかったサイコボーイ2、いや1よりも面白かったかもね、なんかギミックとかも増えてきて、また次回作も楽しみですね。皆さん、僕はサイコじゃないんで、そこんとこよろしくお願いします。じゃあバイサイコー。